Hi there, konnichiwa. Today's video will be mostly in Japanese. Uh, I apologize. Um, I will continue to do my regular English language videos on Thursday with transcript three to four minutes long. And from time to time, I will do videos in other languages. I did one in Chinese last week. Today's in Japanese, and maybe I'll do it. Uh, actually, someone asked me for Portuguese. I might do that next. Spanish, French, whatever. Sorry, um, Yeah. 皆さん、こんにちは。えー、非常にもう長い間、長い間、日本語のビデオもやってないんですから、えー、今日は日本語で話したいと思うんですよ。えー、日本語で、の私のチャンネルはどういうふうにこ,これからこう変わってきましたかというか、それについてちょっと説明したいと思います。えー、毎週、まあ、カナダの木曜日、えー、の時に、 えー、一応英語の、えーまあ、前よりも短いビデオ3分4分ぐらいのビデオをやるつもりで、えー、そのビデオに対しては必ずその文字必ずこれ transcript というかこれ書きますそうすることによってその英語を勉強してる人たちは、えー、この transcript を見て、えー、場合によってこれを、えー、リンクに導入して その中の知らない単語やフレーズを勉強することができます。そして、より、まあえー、この理解の可能性が、まあ、大体あの、ま、もっと良くなるわけですよね。と同時に、やはり毎週1回、あるいは2週間に一度ぐらいは、えー、その英語でない言葉を使ってビデオをしたいと思います。 えー、そのビデオについては、えー、今のところはいわゆる文字、トランスクリプトやるつもりはないんです。これ非常にもう時間かかりますもんですから、えー。この前ですね、この前というか昨日はこの7週間という、えー、日本でも非常に人気のあったこう本の。のそれがどういうふうにこの言葉の勉強と、えー、関係があるか。 ということについて話しました。でこれからはですね、英語で、えー、この7つの習慣の、えー、一つ一つですね、えー、こうもっとこう細かくです、ね、深くこう話をして、これどういうふうにこういう習慣がこの言葉の勉強、英語の勉強においてですね、非常に、えーまあ、価値があるかという意味、 であるもん、まあ、かと、えー。それからですね、もう一つうんこう、あんまり最近ね、日本語は話す機会がないんですよね。えー、それで、まあ、最近はもうロシア語もウクライナ語もですね、韓国語も勉強してですね、えー、今、日本語を話そうと思えばですね、もしこう、自動的にですね、本能的にこう日本語出てくるならば、 いいですだし,、えーえーえー、<laughs> しかしもしこ,うこの言葉を探そうと思えば私の今、うん、もうほぼ70年もかかっているこの頭の中でですね、えー、ロシア語がで出てきたり、えー、韓国語が出てきたりするわけですよだから言葉というのはこうわざと考えて、えー、こう 力を使ってですね、その、言葉を探すというのはね、非常に効果的じゃないです。なんとなくこう、こういう雰囲気にですね、うーんこう入って、えー、こう本能的に話できる、それの方がですね、正、え、確、ー。そしてあの、まあ、そういうのもですね、流う流暢という一つのまあ側面でもあるわけですよ。 だから、例えば今日は日本語で話をするということを決めましてね。しかし、日本語はもうないだ、もうしばらくもう全然使ってない本ですから、どういうふうにこう準備するかということを考えたらね、いろいろ可能性があったんですよ。例えば、日本語の文法の本を読むか、簡単に読むか。えー、あるいはですね、いろんなその、なんですか、単語をですね、もう勉強するか。 だけでもそれは役に立たないあるいは人と話しする。じゃあ誰かスカイプを通じて日本語で話しするか。ただそれじゃなくてですね、私はちょっと車にね30分ぐらい行ったもんですから、じゃあこういうあのオーディオブックを探してましてね、えー、私はたくさんオーディオブック持ってます。もうスペイン語からある、中国から、ロシア語から、フランス語から、すべてたくさん持ってます。スウェーデン語とかね、ドイツ語とか。だかそれをですね、聞きまして、 そういう日本語の世界に一応入りました。でそういう一つの別のそ,のそういう言葉のもう世界に入りますとですね、感情的にい,いろんな関係ができるわけですよ。感情的にあるいは頭の中でですね。そうしますと潜在的に私の頭の中にある日本語が 少し刺激されるわけですよ。それから出てくる、えー。僕はそれが非常に大事なポイントだと思います。えー、日本に行くときにですね、まあ、最近何年かも行ってないんですけれども、日本にもう5年前に行ったときに、えー、まず私はだけ本屋さん行きますよね。それでもうたくさんも英語を勉強、英語会話、何とか方法、勉強方法、近道や、それが全,全部ね、 僕は意味ないんですよね。意味ないです。あるいは、ト、うん e ねえーフルに高い点数を取るためには、こういう勉強法、こういう単語を勉強しなさいとか、僕はそれは信じないんです。やはり、要はこう、あのたくさんですね、たくさんのこう、その言葉の生きた経験、こう 集中しないとですね、導入しないと、こういう自然的な、そういう、なんていうんですか、マスターというかね、それ出てこないんですよ。部分的に文法を勉強したり、部分的にこういう単語を勉強したりするのはですね、これは非常に、まあ、え英語の日本語で言うアーティフィシャルですね。自然的じゃないことになりますから、非常に弱いです。 もっと自然的にですね、もう英語で言う、ホリスティックに、全般的に、この言葉,言葉をその吸収すれば、それはあの長持ちする。すぐは壊れないです。で、そう位することによっては、やはり、たくさんいい。まずこの言葉は好きでないといけない。だけども、全部、 好きじゃありませんよね。例えば、読むことにしても、聞くことにしてもですね、すべての内容が面白くないから、好きなものを、を声の好きなもの、聞きたいこと、何回も聞いて、そしてある程度集中して、この作家、あるいは、こう、経済学なら経済学、歴史なら歴史、えー、何でもいいですけど、ある程度集中してですね、自分が興味を感じるもの、 えー、たくさん読んだり、たくさん聞いたり,聞いたりですね。まあ、私がす進めするならば、リンクにですね、うちの図書館のもの、あるいはこう、インターネットからいろんなものを導入して、そこで勉強すると。そうしますと、そ自分のその、そういう生きた外国語が自分の頭に入ってくる。そういうことになったらですね、話しすること自体が、 すぐ出てくるんですよ。すぐ出てだそういう強い潜在その能力、潜在知識があるとすればですね、こういう基盤の上で会話というか話の,その能力はですね、すぐ開発されます。話ししながら。ただ、そういう、あの、なんていうんですか、自分のそのレベルアップ、全般的にそういうレベルアップしないとですね、ただ単に英語会話の どこか行ってです、ね、週2、3回をちょっとしゃべったりです、ね、自分の,その、えー、理解力もそんなに改善しないし、合意量もそんな増えしないし、増えていかないしです、ね、そういうのはです、ね、あんまり得,意得策じゃないと思います。 まあ、たくさん僕はノートしましたけど、まあ、そんなもんですよ。だんだん誰も長いビデオを、まあ、聞きたくないから。で、一応これから英語のビデオですね、全部文字がついて,、えー、ついてますから、ぜひそれを見て。 でこれからもですね、えーその、スペイン語もこれから紹介しますよね。その言葉をです、ね、スペインならスペイン語、英語なら英語、中国語、それについてのです、ね、一つの全般的な紹介というふ、えー、そなビデオも準備しておりますから、今年はい,いろいろとね、えー、できるだけこう面白いようにですね、この言葉の勉強について皆さんと、えー、コミュニケーションですね。これも日本語ですよね。 やりたいいと思いますじゃあ今日はどうもありがとうございました。